にちは、脱出です。今回はルイージマンション2続きからやっていきましょうということで、キノキオ君と一緒にベースラボに戻ることになりました。ちょっとついておいで。このまままっすぐ戻れるのかな。いや、うわー、ここで出るのか。レディ、3匹、これは姉妹なのかな。鏡みたいなの持ってますよね。あとは顔隠すんだ。どうすればいいんだろう。なんで回ってるの。ちょっと待って、どうやってやればいいんだ。あ、待って、顔出してる子いるね。ちょっと待って、分かった。見える方にして、多分回ってくれるの。これで顔を出してるところをやるんだ。ほら、ちょっと待って、ちょっとずつやればいける、多分ですけど、ちょっとずつやろう。はい、顔を出す子変わってる。ちょっと待って、やだ。逃げながら、待って、20とかなのか。きついな、待って。これはきついですね。そういうことか、わかった。顔を出すの変わるんだね。で、持っていかれる HP が多い。20とか持っていかれるってこと、多分、ほんとやめて出てこないでほしいんだけど。あ、いなくなった。OK。端っこ行くといなくなるのかな。カオスが来た時に多分 HP 補給できるんじゃないかと思うんですよね。違う？カラス来ないかな。来ないね。なんで来ないの。40になっちゃった。ほら、あ、来た。ちょっと待って、カラスが欲しいよ。カラス、オッケー。危ない。回復しながらならないと、ちょっと私には難しかったです。カラス。ダメージ量が多いんだよね。カラス欲しいな。ってことで、わざと外します。はい、わざと外して、多分カラスが来てくれるタイミングがここだね、やっぱり。よっしゃ、70。誰が顔を出すか。ついなー、カラス、なんで持ってないの。持っててほしいんだけど。誰、ちょっと避けながらやるの結構むずいんですよね。離せばいいんだね、危なくなったら。それは覚えました。キノピオくんは向こう行ってな、危ないから。よし、オッケー、吸えた、1人。はい、次、鏡からチラッてしてくれるので、それでちょっとずつ吸っていくんだね。で、危なくなったら離せばいいんですね。2匹だったらなんかうまいこと外せるんだけどな、こうやって攻撃基礎になったら外していけるんですけど。よし、
あー違う方だった、ちょっと待って違う方だったらやめた方がいいですよね。 OK、 はい、どっち、もうちょい、よし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 、はい、もうちょっともうちょっと、はい、一緒に行こう、よし、もう一人、ラス1、こっちに来るんだ、はい、オッケー、行けた、はい、これでキノピオくん一緒に行けるよ、あれ博士、フィフィ、なんとモシャリさんのお化けたちだったのね、墓地から出ていた強いお化けの反応が消えた、きっと今捕まえた奴らのものじゃったんだろうな、とにかく詳しい話は後じゃ、急いで、あ、そこの部屋に向かうのね、キノピオくん一緒に行こう、なんでさ、くっつけてると落ち着くのかね可愛いんだけどね、何もできなくなっちゃうからな、ちょっと待って、キノピオさん、これなんだろうね、羊、話しても大丈夫、話しても大丈夫かな、お金のやつ、はい、キノピオくんがいいところに来てくれてる、ありがとう、キノピオくん、ほら明るくなったよ、おいでおいで、一緒に行こう、明るくなれば大丈夫でしょ、ここみたいだね、キノピオくん一緒に行くよキノピオくんちょっと困るね、はい、ちょっと待ってて、これじゃないかな、怖そうだね、大丈夫、一緒に行こう、はい、多分なんですけど、ここに乗ったら何か起こるのかな、あ、行った行った、危ない危ない、ほらな、くっついてる、かわいい、よかったね、大丈夫だった、あいつ色、ちょっと待って、曲側何かあるんですか、何かあるね、これ、これなんだろう、おう、お金、連れてこられちゃった、え、どうしよう、まずい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 よ、まずいよ、何の話これ、はもらえた、すごい怖いけど、なんか来てよかったのかな、お金もらえました、ここどこ、キノピオくん置いてきちゃった、ごめんね、おお、一緒にいる一緒にいる、大丈夫大丈夫、一緒に行こう、これ開けたいね、うん、なんかあるね、あーごめんごめん、キノピオくんじゃないんだ、これこっちも行けるんだ、これもね、はい、でこれが開けられると、やったー、お金、よし、じゃあ一緒に行こう、大丈夫だよー怖がりさんだな、秘密のラボに来ました、よ
かった。あ、うん、分かった分かった分かった。一緒に行けないのね。水怖いのね。大丈夫。なんでそんな怖がって可愛いんだろう。ここに来たからには大丈夫だよ。ほれほれ、一緒に帰れる。一緒に行こう。よかったね。バイバイ。OK。ピノピオを転送する。完了しました。博士、できたよ。ピノピオくんも無事だったよ。じゃあ、では君もすぐに戻るがよい。わかりました。これで一応調査は完了なのかな。はい、出る。戻ってきてました。キノピオ君大丈夫そうです。戻ったな。墓地に扉の鍵があると思ったのじゃが、なかったとは残念じゃの。ともかく出来の悪い助手を助け出してくれ。礼を言うぞ。んキノピオ君か。キノピオ君なら心配無用。じゃあ別の部屋で休んでおるわい。そんなことより面白いお化けを捕まえてきてくれたようじゃな。おばけ家に送り込んでくれるかの。わかりました。ニューになりましたね。目標金額までがあともうちょっとなんだね。結構お金取りましたもんね今回。よし、どうやらこのお化けたちは姉妹のようじゃ。お、三姉妹。お化けの三姉妹、なかなか面白い研究対象じゃわい。ダークムーンを元に戻したらお茶にでも誘ってみるかの。いろんな話をしたい。そうなんだ。んおっと、すまんすまん、つい研究のことを考えてしまったぞい。ごほん、キノピオくんじゃが、確か絵の中に閉じ込められていたんじゃったな。なんとも嫌な予感がするの。キノピオくんに聞いてみたんじゃが、キノピオくんが何があったのかまるで覚えておらん。まったく、頭がでかいだけでちんとも役に立たんわい。そんなキノピオくんじゃが、偶然にも監視カメラが撮影した写真のデータを持っていたぞい。キノピオくんを助けたことは全くの無駄ではなかったかもしれんの。写真に写っていたものか。すまんが、写真データの解析には少し時間かかるんじゃ。しばらく待ってくれるか。次、鍵を探すんじゃ。ダークムーンのかけらを見つけるには大樹の奥に進むための鍵が必要だ。とにかく鍵を探すんじゃ。ダークムーンのかけらを回収するには大樹の扉の鍵を探さねばならん。しかし今の何の手がかりもないんじゃ。困ったの。おう、そうじゃ、すっかり忘れておったぞい。ピノピオ君が持ち帰った写真データの解析が完了したぞ。早速写真を見てみるとしよう。どんな写真なんでしょう。うわ、なんかやってる。あ、なんたることじゃ。あれは大樹の扉を開く鍵じゃ。やはり天使の仕業じゃったか。やつめ、あんなところに持っていきおって。すごいね、 3D データになってる。そうじゃ、ルイジ君、君にこの写真の見方を教えておかんとの。ジャイロセンサーを動かすと写真の隅々まで見ることができる。あ、そうなんだね。そう、それからズーム、写真を見るのをやめるときは B。 へえ、待って、なんかマリオっぽいのいないこれ。え、だって足がさ、あ、え、マリオじゃなくてキャツラ。あそこで何をしとるのじゃ。ほう、この中には新種のお化け屋敷やつもおるの。ワクワクするの。どうせろくでもないことを企んでるに違いないわい。どうやらこの場所は西くんの展望プールのようじゃ。上ってことかな。キャツラ、このまま放っておくにはいかんぞい。君も見たな、ルイジ君。テレサが鍵を持っておったぞ。あれこそが大樹の空洞にある封印された扉を開くための鍵じゃ。ダークムーンの反応は相変わらず大樹の中にあるままじゃ。キャツラは何としても君を大樹の奥に行かせたくないのじゃろう。それでキャツラは鍵を奪ってあのところに運んだのじゃ。君もそう思うじゃろう、ルイジ君。ずっと回ってるね。しかし、そんな努力は無駄無駄無駄じゃ。ん？送られてきてる。誤解。遠いね。
監視カメラの写真には西館の展望プールが写っておったの。言ってくれるな、ルイジ君。必ず影を取り戻すのじゃ。わかりました。まだ行ったことないところにちょっとずつ行くんであれなんですけど、なんかマリオの気がするんですが、気のせいですかね。足元がね、マリオっぽかった気がするんですよね。違うのかな。はい、ということで外から開始。なんか何もなくなってるね。西館の展望ホールってことは西館から待って、なんかいるね。どうしてこうなったんだろうね。あ、行けなくなってる。こっちやっぱり西館からなんだ。奥も行けないもんね。あー、待って待って、食べられてる。もうやめてよ。見たくてくるくる回ったのに。こっち側からですね。これなんだろう、行けなくなってるんだ。行けるところが限られてる感じのイメージですね。ここなんかあるね、多分だけど。まあ、こんな感じで扉がありそうなところも調べながらやっていこうと思います。はい、ここなんだろう。何度、いや、なんかいるね。なんかいらっしゃいますね。うん、困ったね。なんかいろいろ行かなきゃいけないところありそうですよ。だって鍵か何かやってません、奥で。これ多分、何かするんだろうな。水が止まってるから上に一回行ってから降りるのかな。なんかそんな感じしますよね、これ。うん、ここだね。どうするんだろう。こうなるとどうなるんだ。ちょっと確認します。あんま意味ないかもしれない。難しい。あ、壊れてるんだ。こうだね。もう一個あるんだね、ここに。なるほど。はい、これで下に行けば多分実ができてるはずだと思います。うん、できたできた。ほい、中庭っぽいところですけど、何かが取れました。お、え、これ意味あったのかな。待って、宝石っていろんなところにいっぱいあるんですか。色が違った。そうなんだ。ということで多分ね、上に行くんだと思うので進めていきましょう。ちょっと待って、前に来た時と様子が違う。だいぶ様子が違っているのがちょっと怖いですね。あら、なんだろう。ん？ん？なんだろう、下かな。下に何かあるのかな。ちょっと見ますね。何かあるわけじゃないですね。あれを育てるのかな、もしかしたら。
スイコ。なんかある、待って、またもう一回やんなきゃ。はい、出た出た、お金だった。これをどうするんだろう。ここにあるけどお水が出てないんですよね。それがおかしいから見に行かないといけないのかな。もしかしたら、あ、なんかある。ちょっと待って、今見つけましたよこれだ多分。水が出ましたね。それでまた上に行けるようになりました。よかった。怖い怖い、雷はちょっと、いやーなんかある。え、プレイルーム、めちゃくちゃ怖いとこ来てる。怖すぎるでしょ。誰、ねえねえ本当に誰、どこ行ってるんだけど。怖すぎる。なに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 、え、ここ何、本当に怖い。目がさ、いやだって見てるよね。味方？え、怖いだけ？すっごい見、あ、動くの？いや本当に怖い。はい、なんか来ましたよ。ここは何？え？ここは何？本当に無理なんだけど。怖いよ、やめてよ。雷良くないよ。何もないよね。あ、なんかありそうで怖いとこなんだけどな。何もないよね。通り過ぎただけでいいですか？わかんないんで。あ、階段来た。サンルーム、はい。階段ない。ないときはこう。なんでないんだろう。あ、これか。はい、見つけましたよ。それでこれで出てくるね。わ、すごい怖い。本当に。やめてほしい。はははは、音だった。いや、覗けるよね。覗いて、何がある？なんかしてる。3匹ありました。行こう。いや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 、これ怪しいでしょ。
隠れたね。怖い怖い怖い、本当に早くしたい、本当に早くしたいよ。何、入れ替えすんの。やめて、本当にやめて、大丈夫だ。もう一匹ずつ入れ替えるんだ。ちょっと分かんないから真ん中、ここいない。見てるよ今。うわー、もう分かんなくなってる、分かんなくなってるからこっち当たり。よし、勘です、完全なる勘。あ、よし、もう怖いよ。いやー、よかった、鍵あったよ。あー、出れるようになりましたね。怖い怖い。ひー、はい、西館の廊下。へえ、鍵がない。ここ来たことあるところですよね、多分。どこにあるんだろう鍵。まあ鍵がある、そこに行くんだ。うん、分かった。上の部屋行きましょう。こっちの一番上、はい、あ、なんかさ、逆側にも行けるようになって、何だろう、ちょっと分かんないのであれですけど、なんかありますよね、ここ。はい、これ何？あ、また不思議なとこ来ちゃった。なるほど。間に合うかな。間に合った。これなんだろう。ここ本当不思議なところがあるんですけど、これは何かよく分かってないですけど、なんかもらえました。そこのやつ全然分かんないね。で、これなんですか。黄色い、あ、すごい。ちょっと待って、全然飛ばなかった今。こんなにいっぱいお金くれるやつなのに。あ、落ちちゃった。無理でしたね。もうあの、ちゃんと行きましょう。もう分かってるところなんで、ちゃんと行きましょう。はいはい、ここだね。鍵発見。じゃあこれでまた戻りましょう。あー、落ちた、びっくりした。あ、怖かった怖かった。よし、ね、普通に苦手なんですよね。よし、はい、西館の中入ります。これで到着できるのかな。行きたかったところはプールなんですよね。この先、あー、バスルームだ。待って、なんかいる。ちょっと
これどうするんだろう。向こう側にいるんだ。やめて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 、本当にどういうこと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 。あ、待って待って待って、やだやだ。そういうことか。違うんだね。どうやるんだろう。ここにいるんですよね。ってこ、あ、これで出るんだ。なるほどなるほど。はい、オッケー。あ、消えた消えた。ブラックライト使うんだね。覚えました。もう横になれるね。やっぱり動いた。テンポプール来ましたよ。どうすればいいんだろう。鍵。変える？なんだろう。隠れてるものがあるっていうわけじゃなさそうな感じはしたんだけど、なんかある。あ、そっちもね。どうすればいいんだろう。ん？カエルが怪しいんですけど。あ、これかな。ツタ？ツタとかだって動かないよね。何があるんだ？なんかいる、いる、いるのかな。いや、テレサだったらこれで探さなきゃいけないから。どっか、あ、いたいたいた。こういうことか。出た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 、よかった。テレサを探すんじゃないんだね。鍵隠してあるの探すだけで合ってたみたいと思ったら、これテレサかなんかだよね、きっと。うん、そうだよね。あー、後ろ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 、ルイージくん、ねー。あ、取られちゃったよ。よし、待て、オッケー。まだいる？まだいるんだ。よし、なんで切るんだろう。あ、いっぱいいる。あ、驚かされるやつなんだね、これ多分。よし、端っこにいれば2匹ちゃんと来てくれるみたいですね。はい、やった。
た。でもテレサはどこに行っちゃったんだろう。それがちょっと謎ですね。はい、ということで鍵入手。お化けんだ。ねえねえ、それ欲しい。ね、それ欲しいんだよ。やめて、持ってかないでお願いだから。お願い。ごめんね。ねえ、持ちで持ってかないで。やめて。あ、こら。かわいい。かわいいけどやっちゃったもう。どっか行っちゃったね。もう一回行っちゃったよ、おばけん。やろう。ルイジ君聞こえるか。何かあったよ、お茶か。どうしたのじゃ。お、おばけの犬じゃと。そやつに鍵を奪われたのか。なんたることじゃ、うん、おばけの犬、おばけんとはのを踏む。じゃがそこでぼーっとしていても仕方がない。一度ベースの方に戻るのじゃ。わかりました。おばけんに会えると思わなかったです。残念じゃったな。まさかお化けの犬に鍵を奪われるとは。なんとしてもそのお化けの犬、お化けから鍵を取り戻さねばならぞい。わしはすぐにベースラボのレーダーでキャッツを追ったのじゃが、あっという間に消えてしまいよった。逃げ足の早いお化けじゃ。とにかくじゃ、今ピャンでも仕方がない。気分を切り替えてお化けウムの中身を出してもらおうとするかな。またたくさんのお化けを捕まえてきてくれたんじゃろ。お化けん出てきましたけど、一緒に行ってくれないのかな。相棒になってはくれないんですかね。相棒難しいのかな。おろろ、またまた新種のお化けじゃな。おかげでわしの研究も博士るの。サンキューじゃ、ルイジ君。おろろ、はて何の話をしておったかの。そうじゃ、おばけんじゃな。おばけん、もう一度レーダーでやつの居場所を探してみよう。ということで、ここからはまた次回進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。